さあ、じゃあいいでしょうか。じゃあもうね、めんどくさいので、全員前行きましょうか。もう全員立って。全員でも意見が、聞く人が俺一人になっちゃった。じゃあ、列ごとに行きましょうか。列。はい。じゃあ、最終列から行きましょう。どこまで喋るかも特に制限なしです、はい、でもまあできれば1分以内にしましょうか。はい、ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。はい。
の列にしましょう。ここも斜めにしましょう。はい、どうぞ。でも、いろいろ暗記してた中で、それだけが疑問に残ったんです。天気の関係でってことで、ちょっと気になります。何を調べてみました？何を調べてみました？大気物理学内容とか、この授業とかで学びました。あ、他の授業で学んだら分かった。いや、その授業で。タイミングよくやってたんです。なるほど。そういうのが大学のことです。ありがとうございます。はい。じゃあ、どんどん行きましょう。私は集中豪雨の原因が、何なのか、楽器だったので、これは、集中豪雨が積乱雲から、積乱雲がギュッと固まって、たくもがあるから、食べる。だから、この積乱雲があるとだけ雨が降るっていうので起こるんですけど、でこの中で積乱雲ができるかっていうのは、夏が結構南に高気圧があって、北に低気圧があるから、高気圧が低気圧に向かって、風、空気が流れるから、雲が、南から流れてきて、で、北の方の日本とかに南の暖かい空気が来たりするので、雨が雨じゃなくて雲が入りやすいんだなってことになります。なるほど。いや、いい、いい感じですね。でも、多分答え一つじゃないなって思いました。こうなったら絶対に日曜日とならないんだよね。なんで、もう夏が書いてあって、それなんでなのかっていうのはまだ分からなくて。ああ、なるほど。はい、ありがとうございます。最初に書いたレポートが関係してるかもしれないですね。はい、次行きましょうか。お、パソコンが出てきた。はい。私は秋の空はなぜ高く見えるのかっていうことを聞いたんですけど、まず夏
内で有名なの。首都圏内ではでそういう不動産もあるぐらい。
話も荒木さんなんで結構綺麗に書いてあるんで、なるほどって思いますよね。聞いてみました。ぜひ会ってみてください。初めて見てください。はい、ありがとうございます。次行きましょう。
全部落ちて空気が進んで見えないから綺麗に見えそうです。雲をずっと眺めるっていうところからそんなところまで意外といけるんだ。はい、いいですね。はい、次どんどんいきましょう。はい、はい、私は空の広さはどのように測るのか。空の広さ、はい、というのに、広さを持ちます。で、はいはい、空の広さを示すとき、人は何が測るのだろうという、はい、あの、とある歌から、とある歌から、あ、歌があるんですか。説から、なるほど。調べてみたところ、うん、具体的にそういうのを測定する機械なんだなって聞く、うん、その空の白さ、青さ、はい、地平線、うん、その見渡す限りの角度、うん、例えば建物があったりしたら、はい、ここまでの角度しか見えないから、うん、そこが狭く見えたりっていうのか、あとは空気の体積、そこに存在する体積がどれだけあるのかっていうので、人によって空が6メーターに迫るみたいな。なるほど。そうです。まあ、あくまで主観的なものでやって、数値化するとはされています。なるほど。もう感じ取ることだと思います。もうそれが大事だと思います。歌になるくらいです。はい、はい、はい、じゃあ次行きましょう。最近触りましたベルリン現象。おお、はい、はい、アニメ現象って僕らが世界の気候に行っていかないことについて話したい。はい、はい、今ベルリン現象が日本では例から何かが起こっていってしまうんですが、これは全体ではない、うん、ただあとは、まあ、ラニーニャ現象では、はい、マイクの現象が起こるんですが、これは次が寒くなるような現象があって、うん、まあ、アマゾンに関しては、はい、ベルリン現象では、うん、大雨が大雨になるんですけど、ラニーニャ現象が起こると干ばつが起きてしまって、なるほど、はい、でも個人的にはもうベルリンよりはラニーニャの方がいいです。なるほど、はいはい、あ、そういうのがいいですね。はい、個人的な感情ってあります。はい、最後、最後です。はい、あと7分で大丈夫です。はい、どうぞ。私が読んでもらったのは、うん、テレビとかの研究法がどのように作られているか、あ、調べてみたところ、気象庁から受け取った収録法を分析して、作ってたぶん今日やるだと思うんですけど、はいはい、あと、ちょっとなんで外れるかを知るんですけど、過去の、過去と今のデータしかないので、うん、未来は、うん、予想するのは難しいかなと思います。今までも、うん、旅行はあまり見てなかったんですけど、今、うん、も見ないかな。なるほど、はい、いいですか。さあ、最後にしましょう。外部に関しては、外部に気にするのは、インターネットでちゃんと調べて、いつにも会う場所で、会う場所にもちゃんと羽ばたきがそこから離れた場所の将来の天候に大きな影響を及ぼす。例えば北京で羽ばたき、北京で蝶の羽ばたきとニューヨークで台風が起こるとか、もちろんこれはブラジルでの蝶の羽ばたきというごく小さい要素であっても、テキサスでトルネードが起きるという天気の変動に大きな影響を与える可能性があるということを話しています、うん、詳しいではないですが、うん、興味があるからそれ以外もまだまだ難しい。なるほど、はい、はい、本当ですね。どんどん広がります。